佐藤美恵良子です。いらっしゃせー。マシューよ。あのこの前なんですけど、普通にね、私がお昼ね、こうやってファーってお昼寝してたんですよ。そしたらなんかカサカサって音が聞こえてきて、え、私あのちっちゃいこんな虫でもちょっとこう羽がね、うんって音がしようもんならもうバッて、それぐらい聴覚が結構強化されてまして、カサカサって音を聞いた瞬間にバーンって飛び起きて、え、何、どこ、どれってなったんだけど、見当たらないわけよ。どっから音してんだろうと思って、窓の方からするんだよ。私以外のものから物音がするってことはね、何かしら生命体がいるってことじゃないですか。絶対デカめのガーじゃないと思って、まあまあデカめの音なのよ。ずっとしてんの、音がガサ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 って、どうしようどうしようどうしようと思って、でも一応ね、一応網戸だからまだまだ大丈夫かなと思ったんだけど、でも網戸もう破りくるような勢いの方だったらどうしようと思って、一応もう念のためにタオルを用意して、私の父はブラジル人なんですけど、だいたい虫を倒すときはタオルをこうねじってパーンってやるんだよね。だから私もそれで行こうと思ってぐるぐる巻きにしてこう近寄ったんだけど、めちゃくちゃ音がでかいのよ。ガサ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 。一回ちょっと冷静になって考えたんですよ。え、ガかな、ガからは出し得ないような音がするわけよ。だから多分不審者。マシモよ。いやでもここマンションなのよ。マンションのとこに不審者は怖いの。まだね、玄関から正当に入ってくるのはわかるけど、窓にいる不審者は本当にやばい。どうしようと思って、網戸だからさ、仮に人間だとしたら完全に入ってこれるわけよ、指一本で。これはまずいと思って、とりあえず携帯は119かけられるように持って、こうゆっくり見たわけよ。これは隣の家面識ない、うるさい、そんなとこあったらもう取れないじゃん。一回無視できる音かもしれないと思ったけど、無視できるレベルじゃない。マシモよ。もうとりあえず家の中にある棒という棒をくっつけたんですよ。でこれでいけるかなと思ったけど、いやでも万が一お隣さんのさ、庭とかに落ちちゃったりとか屋根に落ちちゃったらもう大変だからさ、もうそれで感電するかもしれないしね。もうしょうがないからさ、もうここは神頼みと思って、お願いします、どっかに行きますように、どっか風に飛ばされて、なんかどっかいい感じのゴミ捨て場にポッて落ちますようにって。そしたら2日後に2個に分裂。だいぶ良くなりました。今はもうほぼしません、音が。ありがたや。でもいつかはね、やっぱお知らせした方がいいのかなって、隣の方に。もしかしたらなんかこう BS とかが見れなくなってるかもしれないんで。